かせてもらいますね。タワー、本当にありがとうございます。タワー、こんばんはよ。ありがとう。はい。そして、次は、HKT さんの曲でーす。よっ。本当は最高かよとかね、歌おうかなって思ったんだけどね、最近やりすぎって言われそうだったからね、こっちにしました。わあ、タワーもう一本、お宮家のみさん、タワーこまーよー、ありがとう。パサナヘン、ありがとう。はい。続いて、じゅん。続いては、ごめんね、サマー。来た。SK さんの曲だったね。なんかこれが一番ね、何歌いやすいしね、あのね、の盛り上がれる感好き。あれもめっちゃ好きなんだけどね、あのダークネスもね、消えてしまう。歌うんだったらね、ごめんねサマーの方がね歌うかもって感じ。ごめんねサマー、あ、出てこない、待ってよ、 SKE さんで調べよう。 SKE あ、マンゴーもね迷ったんだけどね、片思いはキスだって左利きも好きなんだけどね、これが一番歌いやすいかなと思って。あら、ごめんねサマー入ってないのかな。あら残念、ごめんねサマー入ってないんですね。ごめんね、ごめんねさま、入ってなかった、みんなごめんね。じゃあごめんねさまが入ってないんだったら、マンゴーを歌おうかな。残念です、マンゴー歌おう。パレオもいいけどね、もいいね。スキーさんはね、ダンス曲がいいですね。恋はあれから急に成長したら
ごめんね、サム入ってなかった、ごめんね。どんどん行っちゃいましょう。続いては出た MGT さん、私の大好きな歌、大好きな歌を歌いたいと思います。歌はいいよね、歌はいいよね。わあ、お見分けのみさん、またタワーありがとうございます。いっぱいありがとう、ありがとう、困るよ、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。あー、世界はどこまで青空なんだろう。あー、ここから地平の彼方に目を細めた。あー、どこかで誰かが泣いてはいないか。あー、日差しがこのまま続けばいいけれど、改めてほしい、過ぎ切ってほしい、悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空は僕は信じる。ありがとうございます。はい、大好きな歌です、大好きなんです。そして次は、お、来た、ソロ曲も。で、今回は歌えるアイドルさん、許可が下りてるアイドルさんの曲を全部歌おうと思って、ってことはついでにあのソロ曲も入れたいなと思ってこれにしました。私がね、AKB グループのソロ曲の中で一番好きな歌なので、これがこうしたいと思います。わあ、またタワー、またタワーですか。またタワー、ありがとうございます。タワー、タワー、ありがとう、怖いよ、ありがとう。後でまとめて、後で書きますね、待っててね。よし、それでは行きまーす。不意にあなたが私の左に連れいで通りを渡ってくれた時、なぜだろうなんかドキドキしたよ。
心のどこかにビリビリ伝わった、愛しさ錯覚だったのって。聞いてみたってきょとんとするんでしょね。だって無意識のうちに右手を伸ばして、私のハート掴んだでしょう。あなたはきっと思い出してくれない、小さな出来事一瞬だけの奇跡。ありがとうございました。ついにマイクの充電が切れました。残念充電してたのに。はい、懐かしい曲を歌わせてもらいました。わー、お見舞いキャラさん、またまたタワー、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。はい、ちょっと私の愛用がんこちゃんマイクの充電が切れたので、次からはこっちのマイクでいきたいと思います。はい、続いては、次からはあれだ、坂道さんとかラストアイドルさんとかイコラブさんとかだ。うまく歌えるか心配。インフルエンサー歌いたいと思います。でもみんなこれはあったかい目で見てね、まあ、せっかくだからね、歌える曲全部歌おうと思ってね、あの歌えるグループ歌おうと思って入れたんですけど、あの決してね、あの上手に歌えるわけではないので、あの失敗してもみんな温かい目で見てください。頑張ります。ゆら、インフルエンザには皆さんお気をつけて。それでは聞いてください。頑張るよ。知らないうちに僕は見回している。君じゃどこで何をしてる、気になってしまうんだ。声くらいかければいい、誰もが思うだろう。君がいる場所がわかったら僕には地図になるんだ。気配以上会話に、恋はいつもよそよそしい。騒ぎが聞こえないように世界から言葉なんか消えてしまえばいい。地球と太陽みたいに光と影が生まれて、君を探してばかり距離は縮まらない。重力引力引かれて1から10まで気にしない。存在するだけで影響を与えてる。インフルエンサー、ちょっと頑張った。ありがとうございます。コメント欄がひむこで溢れてた。ひむこなんかい。はい、頑張りました。乃木坂さん、もう一曲は斜めの青空かを歌いたいと思います。わーお見分けの皆さん、またタワーありがとうございます。ありがとうございます。タワーこまうよ、ありがとう。よかったですか。また乃木坂さんも挑戦していきたいと思います。続いての曲は乃木坂さんの何度目の青空かを歌いたいと思います。これは果たして使えないのか。The Bluetooth device is ready to pair. あ、使えるかな、行ってみよう。
確かにサイドボーカルたくさん入ってたね。はい、続いてはじゃん、頑張ります。次欅坂さんじゃん。サイレントマジョリティを歌いたいと思います。うん、歌えるかしら。頑張ります。欅坂さんにも挑戦するぞ。今夜は、今宵は宴じゃ、今宵は宴じゃ、宴じゃ。行きます。サイレントマジョリティ。わあ、タワー、またありがとうございます。タワーありがとう。こんばんよ、タワー、タワーありがとう。今宵は宴じゃん。人が溢れた交差点をどこへ行くし、似たような服を着て似たような表情で、雲の中に紛れるように歩いている。誰かと違うことに誰もが先行く人が振り返り、レッツゴー満たすなどルールを解くけど、その目は知っている。君は君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配された、初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のため生まれたのか。人を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進んだ、この世界は濡れてても始まらない。イエスでいいのか、サイレントマジョリティ。ありがとうございます。ありがとうございました。難しかった。続いてもう一曲、欅坂さん二人セゾンを歌いたいんですけど、二人セゾンはこの今日のためにちょっとだけ練習したんですけど、ちょっとまだ多分上手に歌えないので失敗するところもあると思うんですけど、あったかい目で見てください。今日のためにね、ちょっとだけ練習したの、ちょっとだけ。頑張ります。あー、タワー、またありがとうございます。タワーありがとう。見分けのみさんありがとう。タワー失敗しても笑ってね、みんな頑張るけん。二人せぞ二人せぞ、春夏で恋をして
二人せぞ秋冬で去ってゆこう。一緒に過ごした季節は後悔はしてないか。二人せぞ道端咲いてる雑草にも名前があるなんて忘れてた。気づかれず生まれ悲鳴をあげなすさ。あーやばいやばいやばい。面倒で目伏せて聞こえ苦しんでた。失敗しながらも頑張りました。もうちょっと練習します。練習が必要ですね、これは。わあ、また元タワー、おびわんげのびさん、タワーありがとうございます。元タワー困るよ、ありがとう、いっぱいびっくりです。はい、頑張る頑張る頑張る、ありがとう、頑張ります、ありがとう。はい、欅坂さん終わりました。二人で全然歌えなかった。次イコールラブさん行きます。これイコラブさん行くよ、これから。イコールラブさん行くよ、これから。行きます、頑張る、うん。ちゃんの歌い方に似てました。ありがとうございます。続いてもう一個はイコールラブさんのちょっと私的な私のあれです、リベンジ的な。あー、おびわんげのびさん、またタワーありがとうございます。タワーいっぱいありがとう、こまみよ、ありがとうございます。
はい、それでは行きたいと思います。次、そう、めっちゃ相性いいねってよく言われます。歌いやすい。あー、おやんきのみさん、またタワーありがとうございます。タワーこまうよ、ありがとうございます。はい、続いてはエイコールラブさんが2曲終わったので、続いてはバンドワゴンだ、ラストアイドルさんだ。私の大好きな、私はラストアイドル大好きで、ほんと受けようか迷ってた、ほんとめっちゃ見てました。ラストアイドルはオーディション番組で、この街を歩くとどうして知らぬ間に林になるのだろう。そう、誰もが自分の大事なもの奪われないかと不安になるよ。立ち止まり深く息をして、空を見上げ問いかけた。僕が欲しいものとはたった一つ、願うもの
ください。聞いてください、瀬戸内の声。いつもここに来て君と語った夢は止めどなく溢れてもどかしすぎてゆく青春の意味、自分は何を残せるのだろう。そばで青い海はどんな時も優しくラスト思い出せてよかったを歌って、今日の300日記念配信を終わりたいと思います。皆さん長い間お付き合いくださって本当にありがとうございました。それではランキングを読みたいと思います。13位若月さん、ありがとうございます。12位まーちゃん、ありがとうございます。11位りょんぴょんアット、ゆらら毎日アイドル300日おめでとう、ありがとうございます。10位がしょうや、ありがとうございます。そして9位がしんいちさん、ありがとうございます。そして8位がゆばぽんあとゆらら、ありがとうございます。そして7位がこでらにこうたさん、ありがとうございます。そして6位がなるこさん、ありがとうございます。わー、病気のりさん、さあ午後もまたありがとうございます、ありがとう。そして5位がリンマオさん、アップなんで天使がアイドルをしているんですか、ありがとうございます。天使がいるのよ、ありがとう。そして4位が台湾中心さん、ありがとうございます。そして3位が元気さん、ありがとうございます。そして2位がお母さん、ありがとうございます。そして1位はおりわけのみさん、ありがとうございます。だってタオは治るじゃん、こりゃ
はい、これからも毎日アイドル続けていくので、皆さんたくさん私のショールームに癒されに来てくださいね。本当にありがとうございました。それではラスト、思い出せてよかったを歌ってお開きにします。